気持ちいいよ。ビルダーズが思い通りに進むのは気持ちいい。あいく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 あいく。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はですね、この僕の新主人公新生ロゼとともにですね、まあ、新主人公ではなくてもともとロゼなんですが、見た目を近代建築パックを使い、このドレスに着飾り、真っ赤な死に化粧を施してみせました。気持ちいい。では今日はですね、このロゼちゃんのご自宅拝見やってみたいと思います。では行きましょう。ラーの浴心流。はい、こんな感じです。ちょっとね、あんまり今までほどビッグな建築ではないんですけど、まあ外装はこんな感じ。ね、こうなっている感じになってます。でね、内装がやっぱり難しいじゃないですか、ビルダーズって。まあそこら辺悩んだよっていう話をしながら今回見ていこうかなと思います。ああ、いいよ。ここがね、まあお花屋さんですね、これレジで、こっちが野菜屋さんみたいな。もうね、スペースが空きすぎちゃったんで、なんかいろいろオブジェクトを置きたくなったんですが、まあね、自分でオブジェクトをこう作るみたいな感じでね、今回やったんですよ。うん。で、ここね、これ、こうやって裏に来れば、こっち側に繋がってるよっていうことなんだけども。で、まあ、ここら辺とかもね、なんか適当にやってみました。じゃあ、中行きましょう。はい、こんな感じになってます。まあ、ここでね、こういろんな歴史とかそういったものをみんなで勉強するみたいな感じでやりました。なんかジャンヌダルクを意識した主人公をモンハンで作ってまして、そこからですね、着想を得ました。なんかジャンヌダルクについて研究する人たちが いたらなぁみたいな、ビルダーズの世界で、はい、でこんなものを作ってみました。はい。で、まあ、オブジェクトなんですけど、まあ、これみたいな感じで今回ね、いろいろ作ったんですよ。まあ、こういう風にただね、絵をポンって置くよりはなんかこうオブジェクトがあったらいいなみたいな感じでやりました。で、この上の方とかもね、青いバラを置いてみたりとかしてね、やってみました。で、最近僕がやってるバルコニーですね、まあ、何もないんですけど、ビルダーズって物が少ないんで、内装がやっぱり一番難しいポイントかなって思うんですよね。あとは密集した住宅地、それが僕は苦手でやってないんですけど、まあ、せめてね、もう一つ苦手なその内装っていう部分では今回頑張ってみたいなとは思ったんですが、微妙かなって感じですね。はい、こんな感じでやりました。そしてですね、まあ、この地下っていうか1階があるんですよ。そこがまあロゼちゃんの住む場所になってます。はい、こんな風になってますね。まあ、あえてこうただ食材を置いとくだけじゃってことでこうやってやってみたり、まあ、このペロの電飾をね、こんな感じで囲ってみたり、あとこれ結構お気に入りなんですけど、鎖とブロックライトですね。まあ、これなんかどっかでこんな感じなのはあったような気もしなくはないんだけど、あとあのいつも僕がやってるこの金のなんか乗っけるやつとライトね、これね。遊戯、お前の行く先は闇の世界だよ。で、すいませんね、ちょっと闇の人格が目覚めつつあるんで、
で、ここはあのお風呂ですね。はい、でここね、これ入るとね、あー漏れちゃう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 漏れちゃったみたいなのを楽しめる場所です、ここ。はい、でここがロゼちゃんのお部屋になってます。ヴィンテージソファー使いたかったんでいっぱい使いました。あとこのベッドも今回初めて使ったんですけど、青色に染色しました。なんか赤とか黄色いベッドだとなんか寝覚めじゃない、寝つきが悪くなりそうなんで、うん、でこんな感じでね、ここでお着替えしたりとか、ここでなんか書いたりとかするのかな。はい、というような感じになってございます。あとまあこのオブジェクトとかもそうですよね。なんかただなんかこう空いたスペースに何やっていいんだろうって悩んだ時に、うん、まあこんな感じにするかって言ってオブジェクトをやった感じですね。まああの修道院作った時とかも本棚使ってステンドグラス囲ってみたいなやったんですけど、まあとにかく内装が苦手なので、なんかまあどうせだったら独特な感じにしたいなってことで、まあ、そもそもこの壁の作り方とかも独特なんですけどね、なんかパーテーション使って城の窓使ってみたいな感じで、まあ、やってみました。はい、ということですかね。うん、結構時間かかったんですけどね、やっぱり動画で紹介するとあっという間にっていうことです。で屋根がですね、今回は階段じゃなくて白い屋根を使いました。はい、でこの真ん中だけはまた別の種類の白い屋根にしてみたいな感じであえてやってみたりとかして、一周ぐるーって回ってみましょうか。はい、こんな感じです。灼熱の翼で死の抱擁を受けな。リバイバルスライムの再生能力を駆使すれば何の問題もない。はい、すいません、じゃあね、とりあえず今回は一度ここでお開きにしたいと思います。ちょっとね、今日なんだろうね、テンション変だね、またねビルダーズやっていきたいと思うんで、まあ、次は闇の人格は封印してビルダーズやっていきたいと思います。はい、じゃあね、まあ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 、これはここで。はい、ではね、新主人公、ロゼちゃん、まあ見た目変えたロゼちゃんで、これからもやっていきたいと思うんですけど、よろしくお願いします。あ、あとこの柱の使い方とか結構いいかなと思うね、竜のね。はい、ではここまで見てくださってありがとうございました。